ブルアカととある科学のレールガン T コラボ決定に対するネットの反応を紹介します。前回のコラボ先予想動画は概要欄から。また、今回の動画ではコラボへの賛否の意見をそれぞれまとめております。一部否定的意見も含まれておりますので、ご了承ください。コラボ来たー。学園都市だからか、レールガンいいね、あれなさそうでよかった。メインキャラ全員女子。変な機械とか出てくる。同じ学園都市、ギリ許されそうなライン来たな。旬すぎてない。ボトムズとコラボするヨスタだぞ、当社比で最新だ。正直あまりにも古いタイトルすぎてうーん。って感じだ、別に思い入れもないので。コラボってのは相互に知ってもらうためのものでもあるんだ。どうしても嫌ならスルーして石でも貯めればよろしい。まあでも治安レベルという意味では同じよね。おっさんおっさん言われてるけどレールガンって最近のアニメだろ？一期が2009年だからちょっと前だよな。レールガン一期なら今から12年前、レールガン T なら3年前なので比較的最近。とあるってもう20年くらいやってんじゃないの？来年で20周年。嘘だろアロナス。待ってレールガンコラボってことはみんな銃持つの？中学生が？それっていいの？見境妹は初登場時から P90 使ってただろ。まあその辺は大丈夫だ。そういえば美坂さんヘイローありましたね。頑張って世界観を守ろうとした作品チョイスなのはわかる。ペロロ勢？変なマスコット好きな子だし。ペロロ様いいですよね。うおーおーおーブルアカナイズされてるちゃんと。ヘイローあるし絵柄変わってる。サトリナボイスだけでお迎えしたい先生はいるはず。レールガンのエフェクトかっけー。職法さんもか。エロ同人でよく見る人。原作知らないけどエロ同人でよくお世話になった人。原作知らなくてもエロ同人でみんな知ってる人だぞ。ブルアカで言えばバスな枠だぞ。これも超能力だな。そうだよ、メンタルアウトっていう簡単に言うと他人を意のままに操る能力持ち。混乱って初めてか。感電とか混乱とか浸水水追加か。対人戦で大暴れしそうな限定キャラは南極条約違反だろ。職法さんのメンタルアウトは効きませんとか嬉しい設定。原作リスペクトは素晴らしい。まさかのサテンさん。まさかのサテンさん配布とは。黒子じゃなくてサテンさん何回。サテンさん星1は原作再現かな。そういえばサテンさんの能力忘れたわ。レベルアッパーした時はものすっごい弱い念力とかだった気がした。そよ風を起こすだっけ。サテンさんの星を上げるのをレベルアッパーと呼ぶらしいな。とりあえずサテンさんにレベルアッパーの喜びを教え込ませてサテンさんになるのかが楽しみ。サテンさん大丈夫？銃弾受けたら死なない？だからスペシャルなんやな。スペシャルでフルスイング？フルスイングなのがわかってるな。あ、金属バットとか言ったらスキルで思いっきりスイングしていた。嬉しい。重傷なりバット。なんか見覚えあるなと思ったら、バット持ってるアイリの姿だ。コラボは嬉しいけど、ホクロいないことに感情がバグり始めてる。ホクロってレズだからブルアカの世界観に合わなくて来れなかったのかな？透き通るような世界観だからな。花子にぶつけたい。なぎさ、それはどういうことなのですか？紅茶の味がわからないほどに動揺している私がいます。テレポートをスキルに落とし込めなかったんじゃね。水着しずこみたいに移動でよかったんじゃね。挙動はワープだけど。レールガンが好きな層ってブルアカより結構下の世代じゃない？って思ってたらこんなツイートが伸びてて泣いちゃった。20前半くらい？アラサーくらいだと思いますよ。レールガンはアニメの時期で大体くくるとしてブルアカの世代がわからん。だいぶ広くて特定の年代って言えない気がする。落ち着いてほしい。とあるはもう昔のコンテンツなんだ。最近パチンコの新しいやつが出たのに。パチンコになるのは基本一昔前のコンテンツだ。レールガンはコラボビッチ呼ばわりされるくらい見境なくコラボしまくってる IP なので、もったいぶって紹介するほどかなとは正直思った。大陸の人にとっては晴天みたいなもんだし、見境がビリビリ動画の語源になるほど。別に相手先がコラボいっぱいしてるなら雑に扱っていいとかそういうルールはないから。もったいぶるも何も生放送の内容を事前に出すわけないじゃん。今回はコラボですって先に言って、むしろコラボ興味ない人に気を使ってるし。コラボのオニナリゼロよりさらに古い作品だからな。正直リゼロでも結構古い感じするからな。ブルアカのメイン層マジでどこだ？30手前のエチチエ大好きおじさん世代じゃない？レールガンってソシャゲでコラボの定番ってくらいいろんなところで見るから、新鮮味はないな。パズドラかなんかも近所コラボやってたし、多分ちょうどその世代の人が社内で声上げられるようになってきた頃合いなんだろうね。異世界転移型コラボがありならもう何でもありで、次からの予測が一気につけられなくなったな。とはいえまあとあるはブルアカにジェストフィットすぎるから特例と言われても驚かない。
コラボ開始までに原作ラノベ読んで予習しておくんだぞ。レールガンだから漫画とアニメだけでいいぞ。今は回想で流行ってるラノベは何なんだろうと思ったが、ラノベ自体が微妙なのか、ならソシャゲがメインストリームかってなると、それはブルアカではないのか。メインストリームとしてはそれこそ YouTuber とか配信者とかそこら辺になってるくんじゃないかな。いや、ソシャゲ自体が若い子よりラノベ世代がメインだと思う。課金勢のメインは25から35歳の層だと思う。無課金はもっと若いかもしれないが、30前後じゃない？金持ってる独身貴族が多い世代だな。所得的に課金層が30代がメインになるのは他のソシャゲも同じ傾向なので、ユーザー層とはまた別だよね。人気のアニメやゲームは独身中高年を狙って作られているみたいな分析、もはや何度もすられたネタだろう。中国人気がありそうなコンテンツだと予想していたけど、ビリビリ動画はともかく向こうで人気あるのかな。そもそもそのビリビリ動画自体の由来がそれじゃねえか、人気コンテンツじゃんね。さすがに現代中国オタクからは昔の作品と思われてるでしょ。ビリビリのルーツのニコニコの流星から全盛期ととあるの放送時期がかなり被ってるから、なんというか上で書かれてた通り晴天に近い扱いのような気はする。ブルアカやるような層に合ってるだろ、レールガン。若いやつって何のゲームやってんだろうな。プロセカ？プロセカはマジで若い子が多くてびっくりする。今世代だとリコリコとかボッチとかのコラボ予想が多かったのかな。多分リコリココラボにしてた方が若い子の反応もまだ違ったと思う。紛れ子に取られたから。じゃあ今の流行りだとフリーレン？フェルンにデカパイ揺らさせとけば満足やろ。フリーレンだったらおおってなったと思う。世界観は知らん。星の子くらいとコラボしないと話題性ないだろ。ボザロは戦いも知らない普通の倫理観の女子高生だから、キボトスは無理だろ。ピンクの不定型生物ならキボトスでも戦えるだろ。ボッチは何体化するし攻撃力はないけど生き残ることはできる。ぶっちゃけ女の子なら異世界転移すればいける。つまりリコリコでもボッチでもいける。サイゲのコラボ見るに、コラボってその場の勢いでうおうおうできれば勝ちみたいなところはあるとは思う。ボーボボすごかったからな。じゃあなんだ、ボーボボコラボでもしたらよかったのか。出落ちすぎる。どんな作品とコラボしても万人受けすることはないからな。てかここまでコラボに対して否定的なのがいるのも何か面白いな。コラボ先にあんま興味ないから、ほどほどでいいかとかくらいならまだわかるけど。まあノイズではあるんじゃない。全く思い入れない身からしたらさ、作中世界に興味ないコンテンツの興味ないキャラがいきなり現れるわけだし。コラボ相手がとあるだと判明した時はふん、それでって程度だったが、実装される子を見てたらじわじわ欲しくなってくる不思議。やっぱブルアカの SD 可愛いよねってなる。やっぱクオリティ高いよな。まあおっぱい先生はもう引くよね。 EX とかつまみモーションでプルプルだったもんね。これで中学生っすよ。メモロビのおっぱいがすげえ。食宝さん、中学生にあるまじきおっぱいでいいよね。どの子もブルアカナイズされてていい感じだと思う。イラストの雰囲気をちゃんと寄せてくれるのはいいよね。今ならレベル0のサテンさんがもらえる。金属バット案外強そうなのよね。異世界から来た扱いでキボトスに来ればヘイローがつくと考えたら、どこの誰でもコラボできそうだな。今後はぶっちゃけサテンさんが大丈夫なら一般ピープルでも大丈夫だろうし。どういう流れでヘイローつくのか楽しみだったりする。見事でヘイレールガンってなって、触宝でマジかーってなって、サテンさんでこれはもう全力やってなった。サテンさんプレイヤブルは本当に死角からの一撃すぎた。ブルアカコラボ決定に対するネットの反応いかがでしたでしょうか。悪縁と質流りで予想されてた作品ではあるものの、レールガン一期がかなり前のアニメかつコラボが多い作品なので、今更という声がちらほら。実際のブルアカ風の SD キャラやイラストは可愛いし、ストーリーがどうなるかとかは気になるので期待したいところ。クロコがいないのは意外だけど。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。